フダリス、オルティス・ボクールは、キューバのピナール・デルリオ出身の女子柔道家。身長173センチメートル、体重102キログラム。2008年の北京オリンピックでは、銅メダルを獲得すると、その後は2009年と2010年の世界選手権でも銅メダルを獲得している。2012年7月のロンドンオリンピックでは、準決勝で優勝候補だった。 中国の東文を有効で破ると決勝でも日本の杉本美香と対戦して3から0の判定で勝利資金メダルを獲得している。2013年の世界選手権では決勝で地元ブラジルのマリア・アルテマンと対戦し合わせ技で破り優勝を飾った。2014年の世界選手権では決勝でブラジルのアルテマンと再選手裏投げで破って2連覇を達成。 2015年にはパンアメリカン競技大会で2連覇を果たしている。世界選手権では準々決勝で日本の立本愛に敗れるが、その後敗者復活戦を勝ち上がって3位となった。2016年にはパンナム選手権で優勝するとワールドマスターズでも優勝を飾っている。リオデジャネイロオリンピックでは準決勝で日本の山部カナエと対戦し有効で破った。決勝では フランスのエミリーアンデオルと対戦して GS に入ってから横四方型で敗れオリンピック連覇はならなかったものの銀メダルを獲得している2017年11月には1年3ヶ月ぶりの国際大会となる世界選手権に出場するも準決勝で日本の朝日名さらの縦四方型で敗れて3位にどまった2018年の世界選手権では決勝で 朝日奈に反則負けを喫して2位だった。グランドスラム大阪では決勝で日本のソネ・アキラに反則勝ちして優勝するがワールドマスターズでは決勝で常に反則負けして2位だった。なお2018年には5度目となる世界ランキングの年間1位になった。2019年のグランドスラムパリとグランドスラムデュッセルドルフで優勝すると パンアメリカン競技大会では3連覇を達成した。東京で開催された世界選手権では決勝ですねに8分以上の戦いの末に反則負けを喫して2位だった。グランドスラム大阪でも決勝ですねの技ありで敗れて2位に終わった。2021年の世界選手権では準決勝で朝日奈の技ありで敗れると3位決定戦でも ブラジルのアルテマンとの18度目の対戦で初めて敗れ5位にとどまった。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝でフランスのロマヌディッコを技ありで破ると決勝では常に反則負けして2位だったがオリンピックでは4つ目のメダルとなる銀メダルを獲得した。アイフ世界ランキングは63,900ポイント獲得で1位となっている。 2013年のグランドスラム、東京参加前に来日し、日本のコメディアンと柔道対決をする企画が行われ、お天気のりとの対戦で敗北した。ありがとうございます。